This week's Amazing Amusements。 この間公開されたダンバインの新作の映像が大変面白くて、なんか結構そのバーって出た時に、サンライズロボット研究所でしたっけ、その YouTube とかで展開なのか、ホームページができて、でそのホームページに、ダンバインの当時のテレビ映像のオープニングとかいろんなものを完全再現で CG で作るみたいな試みをしてるっていうので、動画が上がってっていうので、サイド L とサイド R っていうのがあるらしくて、で今回のサイド L は昔のものを、再現していくっていうことらしいんですけど、ってことはサイド R が出た時はその逆なのかとかは、まあ、全然俺もよく知らないし、告知されてんの？わかんないけど、まあみたいなことらしいんですよね。それでツイッターを見てたら、まあ賛否両論なんですよ。昔の方がいい、昔のダンバインの映像の方がずっといいみたいな話ってのはずっとしてる人たちがいっぱいいて、で私は正直ダンバインのその昔の映像は ビデオで見てるし、ビデオっていうのはそのなんだ、再放送、ケーブルテレビの再放送をビデオに録画してそのビデオで何回も見たっていう話なんですけどね、それをしてるし、なんでしょうね、わかるんですよ言いたいことは。ただそうじゃないってのは、あの映像一つを撮ってその映像の良し悪しを語るのってそもそも趣旨ちゃうくないかっていうのがすごい思いとしてあって、なんかそこでそれを語っちゃうのは違うよ、そうじゃないよっていうのがなんかすごくあるのよ。でだから多分あの映像を作るにあたっての裏側の技術なんてのはさ、ツイッターでもちょろっと書いたけど、多分いくつもいくつもいろんな技術をさ、今持ちうるいろんな技術を詰め込んで作ってると思うんですね。だからそのいろんな知識の集大成の中で、かつ過去にも振り返るっていうその動作そのものが、本当だったらあんなさね、ダンバインの映像を作り直すなんてさ、お金もかかりや時間もかかる大変な作業のはずなんですよ。それをわざわざやってくれたっていうこと自体をまず喜ぶべきじゃないのっていうのが、それこそ最近はさ、新作コンテンツがないのにプラモデルの方はさやたら売れるからっていうのがあって、マイトガインでも何でもそうですけど、勇者シリーズがずっとこう寿屋さんとかバンダイさんとかいろんなところが盛り上げて、キットなりあれが出るじゃん、グッスマさんとかが出してるさ、ザ合体シリーズとかさ、おもちゃが出るじゃないですか。で売れるじゃないですか。で価格高騰もするじゃないですか。っていうとこまでビジネスが動いてるから、いわゆるロボットアニメ界隈のロボットをクローズアップするなら、まあいくらでも出せるもんはあるはずなんですよ。でお金も回収できるんだろうと、いや わかんないですよその辺のビジネスは、僕は知りませんけど。でただじゃあ新作の映像があったかって言ったら、正直書き下ろしのイラスト1枚の新作が出たくらいなもんなんですよね、言うたらね。なんかそこに対して、じゃあダンバインは新作の映像として出たじゃないですか、ナレーションだって新録だったしね、それってすごいことじゃないのっていう風なところに発想がいかないのってどうなんですかね。受け手の側がもはや麻痺してるところがあって、作ってくれることが当たり前じゃない、その推しがそこに存在することっていうのは当たり前じゃないのよっていうのが、なんかオタクであればオタクであるほど本当だったら俺わかる気がするんですよ。だから新作の映像を、俺は昔の作品めちゃめちゃ好きで見まくってっから、この新作映像ちゃうぞみたいなことを言ってる人って、推しが目の前に存在することに対するまずその推しに関する供給があること自体をまずありがたがれない時点で、お前そんなダンバイン押してないだろっていう気はしましたよね。だからね、やっぱね、
いや作ってくれたことをまず感謝してほしいなっていう、いや人様のもんですけど、私は何にも知りませんし、急にニュースでボンって出てきてマジかってなって一人で部屋で小躍りしながら見たぐらいなもんなんですけどね。え、なんかそこに対してでもじゃあだよ、じゃあ供給が、ちょ一旦ちょっと次行こう。またラジオやる、ラジオ生活の会話10年、この企画何本目か、会議カンファレンス見ろ、これがこじらせたクリエイターの生態だ。ヤマトリンのラジオカンファレンス、略してラジカン。改めましてメインパーソナリティのヤマトリンですが、いざだからそうやって供給があった時に、そのどこまでそれを喜べるかというか、あのいうのも、まあ別にそんなのファンの自由だとは思いますけど、少なくともですけど、今と昔とで、例えばアニメーションの制作現場って、まあ教えてもらう限りは、一つのアニメーションを制作して完成させるまでの間に、その必要な人員の数だったり工程工数ってやつは圧倒的に増えてると思うんですね。というのもいろんなことができるようになってますから、例えば僕が昔、これすごい自分の中でも分かりやすいのは、例えばじゃあオーディオドラマを作りましょうってなった時に、音楽必要だよね、セリフ必要だよね、じゃあそのセリフ取ったっていうのをまだ裸で効果音ただつけるだけとかだったりすると、ノイズ処理はできないか、まだできなかったからとか、コンプレッサーなんて何みたいなことになったりとかするから、やれることが少ないからすぐ完成するんですよ。工数少ないんですよ。その工数の工自体はまずそもそもなんていうの、知り得ないしみたいな。でも自分の技術が上がってくれば上がってくるほど、これできるからやろう、あれできるからこれもしようっていうことがどんどん重なってって、完成はどんどん遠くなっていくっていうのは、まあ世の常じゃないですか。ご多分に漏れず僕一人でそれをやってるわけで、まあ、だから例えば聖戦士ダンバインのね、その本編が放送中の頃で考えると、圧倒的に今の方が多分作るの大変だったろうしね。あの作画の枚数とかっていうのはよう分かりません、僕は。そういうのは分かりませんし、 CG1 個作るのにどれだけとかっていうのも全然分かりませんが、なんですかね、こう自分の尺度でしかなんかこう文句を言えない人、言わない人っていうのが、まあとにかく俺は苦手だな。なんかさ、せっかく新しいの来たんだから、もうもろ手を挙げて喜びゃいいじゃないっていう、何なんだろうね。のべつ幕なしにさ、供給された時にね、のべつ幕なしに喜ぶのも違うよっていうのもあったりすんのよ。例えばその供給された新作がさ、もう明確にグレードダウンしてる場合、例えば、まあ、あんま分かんないけどね、俺はね、バカだからっていう、あのね、こういう時にね、バカだからっていうのもね、ダメなんだよ。あの、自分はバカなんでとか分かんないんでみたいなこと言っちゃうのも無責任だから、そういう言い方もしたくないけど、確かに僕はあの界隈を多少知ってるけど専門家ではないです。ないですけど、あのじゃあ、いやでもこれ見たと俺なんか素直に、いや微妙だったなっていうのはもちろんあるんだ。そんなのあったんだ。リメイクわざわざしないでもよかったんちゃうとかさ、例えばそれこそ分かりやすいのは実写化ですよね。この間シティハンターもね、ネットフリックスで実写化されて、まだ見てないんですけどとか、でもフランスでね、実写化されたシティハンターすごい面白かったしとか、そのドラゴンボールの実写っていうね、いろんなものもありましたけれども、そういうのとかで、まあ賛否両論あるじゃないですか。で、何でも楽しめたらイージーなんだけれども、何でもプラスに変える能力を持ってるとマイナスの概念を持たなくなるじゃん、今度は人間が。そうするとダイナミックスマイナスの側の波形がなくなるから、それもまずいと思うのよ。だからこう厄介な話なんだと思うんですよ。だから確かに作品のこれは良かった、これは悪かったっていう自分の中でのそれはある。でもどっかの誰かがそれ好きだって言ってる可能性があるから、あんまでかい声で言わない方がいい気はするんで、ことあのこれ厄介なのは、何かものを作ってる人とかさ、フォロワーがさ数千人、私もそうですけど、フォロワー1000人超えてるタイプの人がそれやると1000人には影響力があるっちゃあるんですよ。だからね、あの正直ね、フォロワーがやっぱり増えてからとか、そういう大きな方々と多少なり関わるようになってから、マジで言葉気をつけるようにはなっていきましたね。だから
あのハッシュタグ何かを見たっていうタグをくっつけて、これはいくらなんでもさとかね。だただこればっかりはごめんなさい、本当に俺は敵視しますっていうのを、打ち首獄門同好会さんのあれね、チケットの転売ね、チケットの転売をする人、それから転売されたチケットを買う人、どっちも我々は敵視しますってはっきり書いたあのツイッターの投稿が話題になりましたけど、この間ああいう風にもうはっきり自分のそのなんていうんですかね、主義主張を掲げて、これは私の敵ですっていう言い方をちゃんとするっていうのも、まあ、一つ、ブランディングだとは思うんです。でだから僕もあのガンプラを買うしおもちゃを買うから、転売についてはもう明確にアンチというか、もうどんな理由があれ転売商品を扱うやつ、それから買うやつっていうのに対しては僕は理屈が理解できないと思う、一生理解できないと思うって思ってます。でだからあのただどうしてももう絶対に手に入らないものってあるじゃん、再生産が絶対にされないものとか、ほぼ望み薄なもので、ただそれがもう明らかに転売屋たちによって価格が 無限に釣り上げられているものっていうのは、やっぱオタク柄見ると その界隈にいる人間だと分かるんですよ。例えば僕この間ビグザムのプラも買ったんだ、キューキットのビグザム。でもこのキューキットのビグザムをじゃあバンダイが一斉に再生産したとします、多分相当街でダブつくんですよ、このキューキットのビグザムは。まずスケールが550分の1っていう特殊なサイズであること、でそれからキューキットであることで、接着剤がないと組み立てられないという点で、今まさに作ってる最中ですけれども、こういうキットを手に入れた時に、てか再販された時に絶対ダブつく。でじゃあ今本当に手に入らない、本当に欲しくて今作りたいっていう俺みたいなやつしか買わないっていうものを定価よりも高く買うは、まあわかるんですよ。それは確かに転売とは違う何かですよね。だって奪い合いになってる商品じゃないから。だからこれが例えば最近売れ筋のキットのね何かとか再販がポンってされて、おマジかこれ再販されたんかみたいなやつとか、それこそ例えばマラサイとかさ、急にこの間再販されてた気がするけどとかね、サイコガンダムがとかねいう風になったら、そらもうそれでなんか 何万円とかさ、それからバンダイのプレミアムから出るやつとかもそうだけどさ、わかるんですよ、その界隈にいる人間なら。これをこの売り方してるのは明らかなる転売であるって。で厄介だよね、売ってるやつらがその価値わからないで売ってるから転売って厄介だし、だから気づきようがない。話が逸れてるな、ダンバインの話じゃなくなってるぞ、まあいいやとかさ、もう本当に世の中にはね僕の嫌いなものがたくさんあるな。いやそんなにたくさんはないな、はい、ということですね。今日は美少女パラダイスの話をしますよ。はい、オープニングはここまでだ。ラジカンテーマトーク。前回美少女パラダイスで出した新譜の話をしていて、で今回はやっとその美少女パラダイスっていうイベントが終わった後の私ですんで、それのトークをちょっとしようかなと思うわけですが、まあ、結論から言いましょう。めちゃめちゃ楽しませていただきました。とても楽しかったです。で、ツイッターにもちょろっと出したんですけども、まず超特別ゲストで、井口明彦先生ってあのメカゴジラ、初代のメカゴジラのデザイナーさんだったり、ウルトラの母だったりとか、あのいろんなねそういう特撮怪獣だったりを、デザインされた方だったりが、ゲストでいらっしゃったり、あとは菊池栄一さんっていう帰ってきたウルトラマンの中の人だったり、あと清水麻里さんかな、あの鉄腕アトム、初代鉄腕アトムの声優さんだったりで、あとはこうの皆さんはゲストで呼ばれてた方々で、ものすごくこう 手に届きやすい価格帯で、サインを、販売してくださっていたって。でましてですね、あんま内緒ですよと言われたんで価格は具体的には言えないんですけれども、別に私に向けての特別価格ではないですよ、ちなみになんですけど、井口先生メカゴジラの直筆のサイン入りのイラスト、直筆イラストですよ、あの色紙に本当にご自身で描いてくださっている絵っていうのを販売されてまして、それをまんまと日付入りでまんまと手に入れることに成功しまして、もう
手に入りようがないと思うんですよね多分。今まあ、だってもう80だか70なんか えらいもうそりゃそうですよ。現役メカゴジラのデザイナーですからね。それはもうそういうご年齢なんですけれども、もう多分今回逃したら絶対に手に入れることはもう無理だなって思ったんですよ。だからこれは絶対に買わないとと思って、他の人が躊躇してる時にすいませんこれくださいっつってパッと言って、で挨拶じゃないや握手させていただいて、一緒に写真も撮っていただいて、さすがにそれの掲載許可いただけてないんで、てか俺興奮して聞きそびれたんですよ、これ SNS に流していいんですかって聞きそびれたんですけど、まあだから本当にその時聞いときゃよかったなと思うんですけど、ちょっとちゃんとねやっぱこういう時代ですから SNS 時代ですからやっぱきちんと許可を取っていないものを流すわけにはいかんなと思い、サインはそもそもなんだ公式が流してたんで、これは大丈夫だなと思って、てか大丈夫っておっしゃってたんで、それは分かってたんで流してたんですけど、あと同じく菊池栄一さんね、帰ってきたウルトラマンも一緒に写真を撮らせていただいて、でなんとまさかウルトラブレスレットバシって決める瞬間の動画をですね、僕と並びでやってくれるっていう動画も僕の携帯で撮ってくださいました。すごく優しい方でした二人とも、握手もさせていただいて、しばらくこの手は洗わんぞってわけにはいかないんですけど、昔はあったんですよねそういうのがね、そのアイドルと握手してその後しばらくその手を洗わないみたいな文化ってあったと思うんですけど、もうまさに今やっちゃダメなやつじゃんそれって、ギャグでも言えねえよっていうね時代になりましたね。まあ素直にその後、外を出てトイレ行ったりしてる時に手は洗いましたけどもね。美少女パラダイスの話をしてるのにですね、僕おじいさん二人と会った話をしてるんですよあで美少女パラダイスの肝心なまあその CD そのもののね反譜とかはね、まあ分かりやすく言うとまあ予想通りの売れ行きって感じでしたね。でただね、俺が一番驚いたのは周りの人たちがとにかくサイン書いてるんですよ。あサインじゃねえや、サイン色紙にイラスト書いて出してるんですよ。まあじゃあ郷に行っては郷に従えかと思って僕も書いて置いといたんですよ。ものすげえ速さで売れるのな、びっくりした。でなんか他のところは何千円とかで売ってんですよ。別に俺どうやったくその絵浮いてるだけだしなと思って、CD 買ってくれたら1000円でいいですって言ったら、もうポン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  CD ごと売れるっていう事態が発生して、もしまたイベント美少女パラダイス出れるっていう機会があったら、そうですね、その時はもしかしたらあれかも、あれで出るかもしれない、色紙何枚 5,6 枚書いていくかも。したらだって変なね、色紙の方がなんだったらあれですもん、 CD と一緒に抱き合わせて売れるならその方がね、いいですね。コーヒー飲みながらまったり喋ってますけど、って思っちゃうぐらい色紙が売れました。だ現地で書いて着色してポンって置いたやつが即座に売れてくっていう、書ききれなくて前の日にもう全然忙しくて用意してる暇なくて、もうしょうがないから 1,2 枚とりあえず下絵書いて、でもう向こうで塗ろうって言ってマーカー持ってってさ、で向こうで塗ったら売れたっていうのがすごかったなっていうのがすごい印象的でした。あとゲストだったのかな、ご自身で出展されてたのが原恵理子さんって声優さんのね、で原さんもねサインいただきました。でもうなんならですね、ちょうどその原さんが主演作品のダブルゼータとLBR のって主演って言っていい？でもガンダムチームだもんね。大丈夫、主演だ。と、あれです。気まぐれオレンジロードのね、ヒカルちゃんやってて、で、今回僕、気まぐれオレンジロードのカバーやってたし、ダブルゼータも出してたんで、すいません、本当におこがましいんですけども、よければね、主演されてた作品2つ、カバーで音楽やってるんで、よければ聴いてくださいっつって CD を押し付けてくるっていう厄介なことをしました。そういう厄介なオタクをやりました、僕は。はい。あとは周りでやっぱ絵描いてらっしゃる方が何のかんのでこの人いつどうやってフォローしたんだろうっていうイラストレーターさんとかがいたりするんですよ。その同人作家さんで趣味で描いてますっていう人で絵が好きだなって思ってた人がペロッといたりするんですよ。それでペロッとフォローしたりしてたから、あ、見たことある絵だって思ってペロッと商品とか本を買ったりね、あとは直筆のイラストのね色紙置いてるとかって言ったらペロッと買ったりとかして帰りましたね。まあ奥さんと2人で行ったんですけど、今回はなんかコミケとかだと正直しんどいんで、コミケ慣れというかコミケ体力を実装してる人、まあこれ言い換えるとですけど、
え、そんなにコミケ出るの大変なのって思う人いると思うんですけど、大変なんですよ。あのコミケに耐えられる体力ってね、まず地形適応 S が必要なんです、あのバフとして。で、あの東京ビッグサイトで、あの同人誌即売会にいるっていう状況で体力が回復するタイプの人っていうのが一つで、あと普通に根本的にフィジカルで体力ある人で、6時間歩きっぱなしとか6時間立ちっぱなしが平気な人っていう、この4つぐらいの要素を持ってないと、あの私と一緒にコミケ行くの大変なんで、お前そんなにコキ使うのって話、コキ使ってんじゃないんですよ。コミケの会場ってそういうところだから。でないと、あのこれ言ってんのはね、翌日死んでもいい、チーンってなって一日何にもできなくていいとかだったらいいけど、翌日普通に平日だったんで、だったりするんで、コミケの時って。だからいやいや無理無理無理っていうこと多いじゃないですか。あの夏のコミケなんて特にそうなんで、だからあのコミケにうちの奥さんは連れて行かないようにするんです。あの後々来てくれることはあります。あのまだ入場が無料だった時期は。ただ今もうチケット取って普通に一般として入るのも大変になっちゃったんで、昔に比べると。だからもうあの呼ばないんですけど、今回の即売会のんびり行ってのんびり帰れるなと思ったから一緒に連れてったんですけど、あの一緒に行くっていうから一緒に行ったんですけど、まあまあ楽しんでたみたいでよかったですね。まあでもそういう感じの のんびりしたイベントだったんで、まあもしまた機会があったら出られたら出たいなぐらいには思ってるんですけど、ただまあやっぱり周りがとにかくやっぱ絵でしたね。だからね、音楽サークルは正直お呼びじゃないなっていうのはありました。うん、だもし運営の方とね個人的に仲良くて、私がね個人的に仲いいとかっていうのが追加されてた情報にあってね、状況としてあって、じゃあちょっとせっかくなんで僕もなんかその会場で流せる音楽作りますよとか提供しますよみたいな距離感が生み出せてればね、まあまた違うんでしょうけど、やっぱ全然周りがねお前の来るとこじゃないよっていう雰囲気はねかすかに感じた。そのなんで音楽サークルさん来てんのみたいな、なんかチャラチャラピアスしやがってみたいな感じ、俺はねピアスじゃなくてカフスしてたのかな、なんかそういう感じなんかはちょっとなんか30代中頃ぐらいの、なんかどうせお前後から見たんだろうみたいな、なんかそのリアルタイムで見れてないようなやつとか、仮にリアルタイムで見なかったとしてもボックスも買ってない、買えてないですから、配信かなんかで見た程度のあボックス本作品買ってないようなやつが来るとこじゃないよみたいな、てかあのお客さんで来るのはいいと思うんです。ただ出展すんのはちゃうくないで、絵描いてんならいいですよ、作品にリスペクトもあるだろうしみたいな、いや曲はなくないみたいな人もおそらくいたんじゃないかなとは思います。仮にそこまで攻撃的に思わなかったとして、別に興味はないかなっていうのだったり、あとは音楽サークルさんってよくわかんないですっていう感じの人も多かったと思います。カバーの音楽、アニメソングのカバーをやるっていう文化自体が結構やっぱ偏った人たちのあのものなのはわかってるんで、まあまして CD ですからね。ただやっぱまああの時代の人たちって CD っていう文化は多分好きだろうから、当時の CD とかは買って聞いてると思うんですよ。だけどそういうそのまあどこの誰ともわかんないようなやつがやったカバーのいくら曲を知ってるとはいえ、いやーみたいなのはおそらくあると思います。まあだからそういう意味で誰かね絵描く人と一緒に出れるんだったらすごく出ていきやすいんですけど、やっぱ僕ソロで出てくっていうのはあんまり好まれないイベントなのではないかっていうのは一つで、あとそれからそもそもアニソンカバーの音楽サークルっていうのが今どんどん減っている、本当になくなってってる。ましてその80年代や90年代の曲をやろうっていう輩なんてのはほぼいない。でいない理由は、いやなんか本当はやりたいんだけどとかではなく、需要が全くないからっていうのもあるかもしれない。あまりにもニッチ産業になり、私がやってることがニッチ産業と化しているっていうのは結構大きくて、まあ、だからねそろそろカバー音楽を、まあ、もちろんオリジナルを本当はやるべきなんですよ、それは分かってるんです。ただやっぱねあのたくさん素敵な曲はあるわけじゃないですか。あれをいろんな人に聞いてもらえるきっかけとしてやっぱり再生産だって、その昔の曲を昔の曲のまま新たにアルバム出したって新規参入って望めないんですよ。だから
あの同人誌即売会っていう形で、まあ多少なり音楽やってる私みたいな人間が再生産をして、ちょっと今と今っぽいアレンジになっている曲として、もう一回昔の曲を再認識してもらおうっていうのは、それこそ歌い継がれてきたフライミートゥザムーンでもさ、何でもいいわけですよ。それと同じことだと思うんで、うん、なんかね、そういう日の当たり方をしたいなと思うんですけど、逆にその配信がね、音楽の配信がどんどんこう脚光を浴びるようになって、誰でも当たり前に配信の音楽聴くようになったじゃないですか、この数年で。そのしかも俺が同人誌即売会で大和工房っていう名前を、あの加藤野さんとねべったりしてた時期があるんで、この 2,3 年間3年ぐらいかな、だからその3年の間に大和工房っていうものの居場所を完全にもう消しちゃったんで、僕が意図的に。だから改めてもう一回居場所を作りながらそういうことをしていかなきゃいけないから、今回新しく美少女パラダイスってイベントに出させてもらって、ちょっとずつ居場所を作っていくっていうのをもう一回やっていけばいい。そういう意味ではすごく出ることに意味はあったし、価値もあるし、うん、出てよかったなっていうふうには思うんですけど、だからまあやっぱり自分のなんていうんですかね、能力のなさみたいなものっつうのかな、をやっぱ如実に感じました。やっぱこれからですね。いやいや、まあやっぱさ、コンテンツ作んないとダメっすね、曲書かないと、はい、いう、そういう意味では楽しかったと同時に反省の多いイベントにはなりました。はい、以上美少女パラダイスの感想でした。本当にこれ美少女パラダイスの感想か。はい、まあというわけでね、たくさんのね方に、まあまた相まみえるようにコミケも頑張ってね、ちょっとコミケの当落次いつだ、6月の末だっけ、なんかどっかその辺だった気がしますけど、夏コミは何かしらの形できっと遊びに行くなりすると思うんで、ちょっと頑張ってね、あれをやんないといけないんですよ。商品を作らなきゃいけないんですよ、また。まあ今回ちょっと CD やっとね、新しく新作で出してまた揃ってっていうところが来てるんで、まあ、また通販もしますからね、ぜひ買っていただければと思います。さてさて、そんな感じで一個新しい告知というか、予定というかなんですけれども、前に私の V のね、 V 体をどうにかするの話、イリアムライバーになるよみたいな話をしてましたね。あれのね、僕の V 体ね上がりました、手元に来まして、完成品が。なのでもう誰かに見せることはできるようになってきてるんですけれども、今それのだから計画というか配信プランをですね、今練り上げている最中で、どのタイミングどのようにやっていくのかをちょっと今決めている最中です。なんでまあ近い将来、早ければ5月中、遅くて6月中ぐらいに、そのね新しいキャラクターが、デビューするというところで今練ってます。実はね、イリアムで検索すると一応出てくる。アイコンだけその絵に変えたから、まあただ名前も変えちゃってるからヤマトリンじゃないんで、それはでただこれヤマトリンが中の人ですよっていうのはもうなんていうんですか、オープンにした上での活動をしようと思ってます。で、まあ、ちょっとそれをね YouTube とかにどれだけ接着するかとか反映するかとかっていうのはこれから考えていくんですけど、これから考えてって考えてるんだけど、その出し方見せ方はちょっとまあ今検討中なので、まあちょっとお楽しみに、になっちゃってますね。はい、ではでは、今回はこんなところで、またお会いいたしましょう。 See you next time. バイバイ。